ねえ、まあもう今年大晦日で終わりです。で、まあ電磁波、犯罪相変わらず続いててね、まあ暴力が弱まったりすることもあるんですけどね、まあ結構入ってる人間が減ってるんじゃないかとは思うんですけど、まあちょっと昨日からなんか頭痛のね、電磁波をしつこく打ってますね。まあいろいろこう自分でもね、やられんようにね、対処してますけどね。まあ野菜ジュース買ったり、トマトジュース飲んだりね、お茶もそういうね、お茶をね、飲んだりとか、あとカッコン糖も買ったりとかね。まあ あとは電磁波ね、頭はね、と嚥下にね、ちょっと打ってくれますけどね。まあ、まあ、大丈夫でしょうね。電磁波犯罪者の方がやられますよね。智則は、もうずっとね、正体明かしてから長いね。頭悪いですよね。他のね、被害者にはちょっと失礼だと言うけど、まあ、正体明かさない被害者は大体やられますよね。助けようがないですもんね。僕は助けてほしいとは思ってないですけどね、別に。しかね、自分でね、何でも今まで解決してきたからね、そういうね、人生をね、歩んできたからね、まあ、基本的には。まあ、助けていただいたこともね、あるけど、まあ、基本的にはこう一人でね、世渡りしてきたというね。まあ、そういう人生なんで。こんな前、モニターの前で汚い方法でね、ハイテク使ってね、国民に、電気代払わせてね、やってる連中ですからね。だから私がどうのこうのっていうよりもね、それでやられますよね。YouTube に投稿してありますんでね、わかると思うんですけど、まず、オシロスコープってのでね、携帯電話の電波が届かないところでもね、電磁波兵器のね、電波をね、計測してますね、あれ。で、それとその後には、中波ね、450kHz の中波ね、なんか交番から出てる、能登半島では交番から出てたりとかね、こんなとこからっていうようなね、出てたりとか、そういうのもね、全国、まあ、あれは全国ってほどでもないけど、まあね、各地でこう、計測して、ね、集団ストーカーのね、電磁波犯罪のね、送電線がね、あちこちなされていることをね、突き止めましたね。で、まあ、そうやって私がどこ行っても電磁波を打てるってことは、今いるところでも、ね、送電線がね、細工されていてね、電気が流されているわけですからね。あ、それで、こう、やっぱり、その分だけね、原油をね、使いますからね。光熱費をね、電力使いますから。だから、光熱費が、こう、今ね、上がってますよね。世界一高い電気代ですよね、日本は今。まあ、そういうのを外さないと、ね、今のガソリン代高騰やらね、光熱費の高騰が収まらないんですけど、誰も言いませんね。全くね、なんだか肝は据わっとる人がいないんですね。なんかインフルエンザ ねえ。っていう人もね、肝心なこと言わなかったりね、逆のこと言ったりしてますよね。今、ワクチンでも、ね、ワクチン打ち始めてからの方が、超過死亡、ね、増えてますしね。あと、ね、少子化加速してますよね。まあ、ね、しつこくワクチンをね、打てって言っとったら何だったっけ、あれは。ドザイモンだったっけ、ね。まあ、とかなんかいうインフルエンザ ね、いるけど、まあ、ね、結局人殺しで、の利権にね、加担してるだけっていうのをね、馬脚を表してますね。そのうちみんなが気づきますね。気づいたら、まあ ドザイモンね。
だからドザエモンってね、僕は思ってるけど。まあそんなんどうでもいいけど。で、まあ今年は質っていうね、予測漢字を立てました。で、質は、こう、当たってますね。来年の予測漢字、質って、ね、立てた矢先に、ウクライナ、そこでこう、事変が起こるってね、言った矢先に、ウクライナと、ね、ロシアの、ね、戦争か、起こりましたね。うん。まあ、そういう、ことで。で、まあ、あとはやっぱり、ね、こう、やっぱり物価がね、上昇してるから、ガソリン代もね、高騰してるから、やっぱり、質の高いね、サービスとか、ね、人材とかね、そういったもので乗り切らないと、ね、企業は利益は上げれなくなってきてますよね。うん。だからツイッター社のね、イーロン・マスクさん、半分解雇しましたよね。なんか、まあ、質の低い人って言ったら失礼ですけど、解雇された人をね。うん。だからまあ、そうなんがやっぱりこう、あちこちでやっぱりね、そうしないと、ね、これだけ、光熱費やら何やらって言ってね、実質賃金が下がってね、もう企業がね、お店屋さんがね、儲からなくなってきたら、やっぱりこう、そういう風にせざるを得ない。質をね、質で乗り切るしかないとかね。だから、当たっていたんじゃないでしょうか。うん、で、あとはなんか、質っていうや、なんだか僕も仕事でね、あちこち行ってこう、メルカリとかいうのをよく耳にしてたんで、で言ってましたね、質ね、質っていう意味もなんかキーワードになるんじゃないかって言ったらね、質屋さんの質とかね、たらやっぱりなんか仕事であちこち行って、時にね、何人の家の人がメルカリがどうのこうのってね言ってたんで、まあそういうものもなんか流行りだしてるというかね、みんながやっぱり、うん、だからそれも当たってるんじゃないですかね。うん。ああ、まあで来年の予測漢字は陽です。中陽の陽、この陽というのは、変わり映えがないという意味の陽です。まずは、今年と変わり映えがない。そういう意味です。でね、これ思いついたの9月なんですよ。で、毎年だんだん早くなってるんですけど、パッとひらめくのが来年の漢字1字が、うん。で、空を見たら、北海道かな？あ、北海道でね。パッとこう、空を見上げた時にね、蝶のようなね、雲を、蝶を上から見たような雲が出てたんですよ。で、こう、真ん中にこう地震雲みたいに一本あって、左右にこう蝶の羽みたいにね、こうなんていうの、シュッ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 って分かれてるんですね。雲が出てましてね。で、ちょうど僕の頭の真上に、その、ね、蝶の胴体の部分のね、に当たる雲が出てて、あれ見てね、パッと見て、で、右にも行かないし、左にも行かない、真ん中かとかね、なんかそんな風に思ってて、で、その時に来年は陽なのかなとかね、感じましたのでね。で、まあ、来年の予測漢字1字は陽、ね、変わり映えがない。で、一見そんな場がなってね、思いますけどね、もっと悪くなるんじゃないかってね、思えるんじゃないかね。だから今年と変わり映えがないっていうことです。だから、
ウクライナ、ロシアみたいなことが、またどっかで起こるかもしれませんね。今年と変わり映えがないんですから。今年と同じように、ね。ことが進むっていう。だから今年を見れば来年の予測が、ね。ある程度できるとかね。まあ、そういう、ね。来年の感じ、ね。予測一時、ようですね。で、まあ、やっぱり、こう、用っていうのは、まあ、中用の用なんていうのはね、論語に出てくるね、いい言葉ですよね。過ぎたるがなお、及ばざるがごとしってね。で、中用が、一番ね、いいって言って。だから、まあ、集団ストーカーなんてやってる連中なんかもね、敵だ、味方だとかね、なんか惨めですよね。ね。だからまあ、そういう連中は、やっぱり、結局いいことないですし、ね。まあ、ちょっと、あれだけど。まあ、それともう一つ、用で、変わり映えがない。で、まあ、あとは、その、雇用の用か。にもなるわけだな。で、雇用の用もあるね。だから、その、用いるっていうね。それもやっぱりこう、質と一緒で、いい人材をね、確保してとかね、いい質。そういうのもキーワードになるんじゃないですかね。やっぱり、キノコ。で、あとは、悪くなりそうで、今年より。ならない。ちゃんとブレーキがね、かかるところではかかる。だから、まあ、良くもならないけど悪くもならないっていうぐらいな年だと、今年よりもね、と思っていただければ良いかなと思います。まあ、そういうことです。以上です。